っとオープニングからね慌ただしい映像をお届けしちゃったんですけど、今日は誰しもがねあり得ることだと思います。朝パッて目が覚めたら、やばい家出る10分前だ、寝坊しちゃった時の時短メイクをやっていきたいと思います。ユンの2分メイクまで3、2、1、ひめこ、はい、メイク落としました。ということで早速寝坊した時のための時短メイク、今回は2分間でやっていきたいと思います。ユン目が悪いのでカラコンだけは入れてます。ノーメイクの状態です。はい、じゃあタイマーをセットします。はい、2分間でやっていきます。それではいきます。よーい、ドン、きた。はい、まず下地をとりあえずポン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 と顔中ポンポンポンってたくさんジンマシンを作ります。まあどっちでもいいんだけど、あとポイントはここ、人はね、人は手が2本あるから両手使っていきます。はい、でね、この下地とかの蓋は閉めないスタイルでいくよ。帰ってきてから片付ければいいからね。次コンシーラー塗っていきます。私は目の下の飼ってるクマさんがちょっと自己主張が強いので、この子をおとなしくさせます。はい、次ファンデーションを塗っていくよ。ファンデーション大事、これブラシで塗るの大事。私は薄付きが好きなので、ブラシでやるとすごいサラッって感じに塗れるのでとてもおすすめです。眉毛やっていこう。眉毛はちょっと寝坊しちゃった時はこの眉マスカラだけにします。あと反対側の眉毛は前髪で隠れるのでやりません。ガサツ。はい、次ビューラーポンポンポンとマスカラももう一度塗り、もうササって。次もポイント、リップ塗っていくんですけど、リップ塗ってこれチークにも使えます。指で取って、あ、ちょっと最後間に合わなかったけど、まあね、例えばエレベーター、マンションの方とかはエレベーターの中とか駅までの道でね、こうやってほっぺチークを伸ばせるから、ちょっと今伸ばしちゃいます。はい、前髪を下ろして完成です。結構いけたんじゃないですか。ちょっと最後ね、チーク間に合わなかったんですけど、まあ電車の中で伸ばせるから、ちょっと歩きながらとかこうやって伸ばしながら駅にみんな走れば大丈夫。良い子は真似しないでね。うん、はい。でやっぱポイントは眉毛、眉マスカラのみでやるのがポイントです。すごい早い。あともう一個ポイントは、手が2本あるから2本使ってもこう塗るのが大事です。あ、そう、このビセアバンのリップがすごい優秀なのでおすすめです。これはチークにもなるし、リップにもなります。色味もねすごい可愛いんですよ。塗ると結構発色もいいからね、一回パパッパパって塗れば色づくので、本当にこれは優秀です。あとはいつも言うのは目薬をね刺してるんですけど、このロートリセの目薬がすごいお気に入りで、いつも目薬を刺してるんですけど、これとかももう歩きながら刺しましょう。みんな目に刺さないように、仕事前、学校前に目をうるうるにしてからみんな行きましょう。はい、こんな感じです。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。